ベマ、おはよう。起きた？焼き芋の匂いしてきた？今チンしていくからね。焼き芋出来上がるよ。楽しみでしょ？今日は、在宅だったのね、お昼の時間使って、OK にね、焼き芋買いに行ってきました。クレマさん、焼き芋買ってきたよ。平日だけど。嬉しいだろう、クレマ。起きて、伸びて、ペロペロして。で、ブルブルブルー。はい、じゃあちょっと待っててください。降りるの？降りんの？ボサボサだね、君。ボサボサだね。よいしょ。匂いする？匂いする？まだないよ、上には。ん？どっから匂いすっかね。あ、鳴った。できたよ。できた。できたよ。あ、今よしよし、開けよう。じゃーん、半分だけね、温めました。蜜が出ています。さあ、じゃあ食べようっと。よいしょ。ちょっと今日は、ちょっとあんまり蜜っぽくないね、クレマ。ん？土日の方がいいお芋が出てくるのかな。今日は平日買って、なんかちょっと白っぽいけど、どうかな？さあ、じゃあお芋さん準備しよう。置いて、はい、お芋。外側は美味しそうな色してる。まずはクレマサイズにちっちゃくして、あ、柔らかい。ちっちゃくしていきます。はい、準備できました。ちょっとまずは6個。何今のくしゃみ。食べたい？じゃあクレマハウス、よし、偉いね。じゃあちょっと冷めたかな。冷めてる。あげよう。はい、おいしい。お芋おいしい。おいしい。おいしい。はい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 、はい、ごちそうさまでした。じゃあこの後もちょっとゆっくりね、お芋さん、私も冷めないうちに食べていきます。皆さんもぜひ OK に行ったら焼き芋買ってみてください。250円でめっちゃ美味しいから。うん、おいしい。じゃあクレマさん、またね、バイバーイ。